こんにちは、ストンさん。あ、どうも、動画の回答ありがとうございます。まあ、つなぎ売買っていう方法があったんですね。えー、私がね、えー、この長期安定株で稼ぐ方法を聞きかじったのは、もうかれこれ、7、8年前になると思いますけども、あの、下山慶造っていうね、株のトレーダーさんが、自分の経営してる焼き鳥屋さんが、どうしても赤字で、年間7、800万赤字だったらしいんですよ。でもその店を続けたいから、 あの波乗りトレードって言ってね、上がっても下がっても全部利益を取っていくよっていう風な、そんな手法を編み出して年間で1000万ぐらい稼いで赤字を埋めたというね、そんなエピソードをもとに、あのー、本を出されたりね、それから出版のための講演会をされたりとかっていうので知ったんですよ。で、私はそこには参加しなかったんですけども、まあ、あの、当時のね、知り合いが参加して言うには、1日2万円か3万円、その、 全然株のことは分かんないのに、理学できてるよっていうふうに言われてましたね。で、その方法としては、その元金がいるらしいんですよ。その方は300万円を相場に入れといて、で、口座に入れといてね。で、それを6分割して、えー、両立ての玉を6回持てるようにしておくっていうふうに言いました。勝率は確かに96%前後というふうに、当時も打たれてたみたいに、これね、ほとんどの人が初心者でもあるのにもかかわらず、勝っていたらしいんですよ。 でも、2年3年続けている人っていうのはだんだん減ってきて。で、久しぶりにその知り合いの人に、2年越し3年越しで聞いてみたら、いや、もうやってないんだよって言われてましたね。でも、相変わらず、その方はトラックドライバーとして働いてるんですよ。え、ちょっと妙じゃないかと思いましたね。うん、だって、その手法をする限り、毎日2万とか3万が抜けるわけですよ。で、トラックドライバーの日当よりも、 絶対多いですよね2万,3万って言うとでもなんでトラックドライバーを続けて波ント,トレードやめちゃったのかなと疑問に思っていたんで私なりに、ね、答えを出しましたそれは初心者のままだったからだと思います。うん、というのがね自分は初心者ですそして客観的にも初心者ですっていう人がいきなり勝つ手法を初心者のうちに手に入れてそのまんま逃げ切っていくってことはこれ不可能だと思いますよね。 やっぱりその道のプロになるんだったら初心者のままではダメだと思いますじゃあ初心者からプロに変わるにはどうすればいいかっていうと知るってことでしょうねいろんなものを知る知らない人って初心者のうちに敗退してトラブルに向かい合った時にその解決方法を知らないから退場せざるを得ないと思うんですよで私が想像するにねこの波乗りトレード96%の勝率ってところがミソなんですよ ね、一見いつでも勝てるような気がしますよねだって96%ですからでも4%の負けがあるんですよこの4%の負けによって大きなダメージを受けるというリスクを常に孕んで96%に挑戦するってことは100回やったら4回資金を大幅に減らすってことになるんじゃないかなと思うんですよでもうちょっとね具体的に言うとその96%は正確に96%かどうか分かりませんでも 少ない確率とは言っても株である以上資金を失うことあるわけですよねでその資金を失うリスクに直面したときにそこからの脱出方法もしくはリスクヘッジとして普段やらなければならないっていうことを知らなければ実行できませんね実行できなければやっぱり負けちゃうんですよ実行するためには知らなければなりませんだからこの方法だけでどんな状況でもくぐり抜けて 5年10年できるよってことはないんだと思うんですよ。で、ストーンさんも初心者じゃない、プロの子とか、プロの子と言われてましたけども、プロっていうのは、難しいところで行かずに、取れるところで取っていくんですよね。で、難しいところも克服して、勝ち切っていくっていうのは、プロというよりも、これね、趣味の範囲じゃないかなと思うんですよ。うーん、やっぱりね、まあなんていうんですかね、難しいものとか強いものに立ち向かって、それを乗り越えたいっていう欲望はありますけども、 でも、主には、安全にお金が稼ぎたくてやるんですよね。ですんで、ちょっとね、そこはね、もう完全に株とか投資をマスターしちゃったんで、困難を解決するために行くぜみたいな、こだわりの部分、職人の技みたいになってくると思うんですよ。でも、私たちは、そこを望んでるわけではなくて、投資っていうのは手段であって、目的っていうのは、十分なお金を手にして、 そして自由な時間で人生を楽しみたいと思ってるんで、そっちが目的ですよね。まあですんで、必ずしも株の困難を攻略するためにやってるわけではないと思うんですよね。儲かれば何でもいいんですよ。でも儲かれば何でもいいと言いつつも、その、奇襲とかね、変な技とかね、そういったもので儲けるのはそんなに長く続かない。だから、ある一定の期間ずっと高い確率で利益を取って、 そして低い確率で利益が取れない瞬間が来ても、そこではね、ある一定のレベルで損害が止まるように、やっぱいろんなものを勉強しないといけないですよね。で、勉強するってことは初心者から抜けるってことなんですよ。だから、勝っていけるって、勝ち続けることができるっていう道なのかなというふうに感じるのは、どんな投資の物語でも、うん、恋愛でも、ビジネスでも人生でも同じだなと思うんですよね。これがあるから大丈夫って思った瞬間に、その方法は瓦解してるんじゃないかなと。 これがあるけどもでももしかしたらこれがどん詰まりだった時に他に何を持ってますかっていうことをどんどんね2本目の柱3本目の柱っていうふうに準備していかないといけないですよねきっとね、はい、そう見てう言うとサラリーマンをしながら加謀するっていうのはこの力強い2本の杖を持つことになると思いますどっちかが折れてもどっちかがあるよとそして折れてないもう一方の方で支えているうちに折れてしまった方を修復するというねこういうふうな 二足のあらじっていう、ね、言い方が適当かどうか分かりませんけどもこういった両輪でいくことがおそらくスクールの醍醐味ではなないいかなと思いますよねで私のねビジネスっていうのはどちらかというと専業になっていきましょうっていう形なんで、えー、いずれ FX もこれを専業にするために一歩一歩進んでいきましょうってう形なんですよねどちらかというと家族を支えるために稼ぐ方法を手に入れて 時間もどんどん自由になっていきましょうってことなんで、あのー、そこはちょっとね、あのー、もしかしたら選べるところじゃないかなとサラリーマンも結構好きなんで続けたいけども困ってるのは収入が上がらないことなんだよとだから収入はちょっと株で増やそうかなっていう方法なかなかこれもいいですよねはいじゃあいろいろとつらつらと申し上げましたけども今回のねあのー、ストーンさんの返信動画に対してその私はね下山慶三の 波乗りトレードってものを参考にしたんですけども、なんだ昔からあったんだねっていうことで、つまり知ることによって、あの、チャンスも広げることができるし、広げたチャンスをさらに知ることによって、リスクヘッジもできるという、まさに知ること、学ぶこと、知ってる人に出会うこと、それが大事なんだなと思いました。ですんで、株スクールね、今度5月31日にありますけども、自分の知らないことを株でもうね、長けてる人、ストーンさんみたいな方に、 知らせてもらうってこと、非常に重要なそんな時間になるんじゃないかなと思いましてこの動画にさせてもらいましたはい、じゃあ動画概要欄から5月31日21時間の Zoom の URL をぜひ取得しておいてくださいそれではいってらっしゃいストーンさん